ねえ、あ、じゃあ神谷さん、はい、頑張りますね、はい、夢に向かってヒューマンゴーちょっと言いたい入ってるね。でもなんか言い方、いい言葉ですね、はい、人類ダメかね、いやダメじゃないすごいな、どうだいじゃん、ダメかね、あのフリップ無敵だ、いいよ、何にでも使えますねあれね、あ、はい、はい、皆さん2個目の回答ヒューでしょ、はい、夢に向かってヒューがこちら待って待って、これ以上他の作品出すのやめて、言い方だし、大重シュートじゃないわ、ヒューがこちら夢に向かってヒューグラントです、違うでしょうよ、ダメだこれ、本当だね、自由、自由すぎる、フリーダム、真ん中回答してませんけれども、ね、あ、じゃあ真ん中にかけましょう、はい、中村さん、あ、僕から、はい、ドタチン、ドタチンですからね、ヒっていうの聞こえなかったさ、聞こえなかったですか、どうしたって、夢に向かってリア充爆発しろって言いそう、言いそう、言いそう、言うかなって、あ、ある意味そういう顔してたもん、してましたね、うん、悪い顔してたから、うん、はい、先生、はい、何でしょう、中村くんは漢字を間違えています、お、え、あ、ほんと漢字の間違いは限定ですよ、じゃあ、限定、はい、異変がついていません、ちょっとじゃあもう一回見せてください、あ、ほんとだ、暴発しろって、それはそれで、それはそれで暴発しちゃった、余計恐ろしいですね、暴発しちゃった、今修正が、はいはいはい、細い皮変だなおい、はい、書いた書いた、なんか宮野さん大丈夫ですか、宮野さんさっきから宮野さん書きすぎじゃねえかないっぱい出てるね、なさっきからいっぱい出てるよ宮野さん書きすぎですよそれ、やばい、宮野さん書きすぎ、ひまさきウォーカーってなってもう響きだけだ、ひまさきウォーカーもう言い方ですよ、ヒュークル覚えろってなっちゃう、あ、俺それ知ってる、なんか光があるかもなんかはい、もうダメ、終わりますよ、というわけで、みんなが出なかった答えの方をね、なんだろう答え、ヒアミーゴーを見てみましょう、はい、どうぞ言っちゃった、なんだろう、世界を助けるヒーローが現れたら、もしかしたらこの世界は二次元になって、俺ってば超能力とか使える異世界の救世主になって、女の子たちとキャッキャイヒヒでムニムニウフフなことになると信じて、夢に向かってヒアミーゴー惜しくないから別に、ひまさきウォーカーですわ、あー惜しくないわ、 あいつ正解出してるぞ、あれあいつ正解出してるぜ、一人さっきと違いますよね、さっきと違う、不正ですよこれ、不正、宮野さん諦めてください、何出してもダメだもん、もうすでにフリップの無駄なんかなんかすいませんでした謝っちゃった、そうですね、じゃあポイントをどうしましょう、そうだね、なんかもうそういうのいっかなんか大喜利楽しかったね、なんか楽しかった、楽しいからいっか、楽しかった、ね、すごく、ね、楽しかったよね、楽しかった一応じゃあ今のところっていうか結果見てみましょうか、どうあります、やりますね、はい、後で伝えておきます、すげえ、アキオさんに優勝しましたよと伝えておくと、マウスの方も、そう、弊社だから、はい、というわけで、しかし幼馴染チームと両手に花チームが0点なので、これどっちかが罰ゲームとかやるんじゃない、そういう流れでございますよ、流れになりますが、でも、はいはい、そのフリップの無駄遣いはどうなんですか、そうですよ、あ、違う、確かにね、このフリップね、はい、テーブルの中にバカみたいに入ってるんだけど、これ何ってことでしょ、そうでしょ、でもすごい入ってるんだよ、ね、はいはい、このデュラララバーズってもう今回限りだと思うの、そうですね、だから今回用にこんなに用意してるのを使うのはいいと思うけど、なんで味方してる、でもやっぱり無駄遣いはよくない無駄遣いはよくない人一倍ボケたよ、うん、というわけで、というわけで幼馴染チームが罰ゲーム、モノマネするキャラはサイモンとデニスです、むずいな、これはハードル高いですね、むずいな、うん、じゃあやろうか、はい、それでは、はい、いいですか、うん、罰ゲームスタート、待って、どっちがサイモンやる、あ、じゃあ、あ、お姉さん、お姉さん、こんにちはなんか違うぞ、これ俺がサイモンです、俺もサイモンです、私もサイモンです、俺とサイモンです、
じゃあ俺もサイモンです。私もサイモンです。俺もサイモンです。はい、というわけで以上ライラ学園抜き打ちテストでした。怖い。え、なんかちょっと壊れてて好きです。ああいう人好きなの。え、わかんない。どうだろう。オープニングとか普通に好きです。あの切り替えの仕方とか。静雄があのサイカと戦って、なんかこう愛されるとか愛されないとか、なんかあの辺が好きです。やっぱり静雄と伊沢の掛け合いのところがすごい好きで。の名言とかが好きです。ソファー乗ってくるくる回って、人間が大好きとか愛してるとか言ってるしね。で、これからどうする？そりゃ決まってるじゃないっすか。アニメイト、K-BOOKS、その他の書店もよりどりみどり。ハイトたち選んで。どれに、いや、俺は行かねえぞ。最近ノリツッコミにハマってるっすね。そう言わずに一緒に行きましょうよ。今日は徳沙さんいないから、一人で待ってんの、つまんないっすよ。あ、いないんだ。そうそう。なんかね、あの、ひじりベルルちゃんをかけてどっか行っちゃった。あいつ。ね、ごたちも乙女ロード。